ゆうが、川田ゆうが。お前どうしちゃったんだよ。何があったんだよ。川田ゆうが。は？ゆうが。秋華賞のクイーンズ防区単勝指名は確かに後ろ向き指名だったよ。まあ朝かスタートでつまずいて出遅れからの再開は想定外だったけどさ。でもなぁ。ゆうが。お前は日本人最強の騎手だろ。どうして府中牝馬ステークスのマスクとビーバもお前を信じて絶対に勝つってサムネにしたのに。どうして三着になってるの。悲しい。これで秋華賞と府中牝馬ステークスと逆進ドッピエッタ。それもサムネゲーを含めて。2ゴール2アシスト。こいつは呪われてるよー。たまに競馬ゆっくりの動画のコメント欄でわざと外している、未来人なんじゃないかって書かれるけど。もしそうだったら予想動画出さずにしこたま馬券買ってるぞ。いい加減にしろよバーカ。はぁ？やめろ。ゆうが。川田ゆうが。お前を信じてたのに。この週末2度も刺すなんて。聞いてねえぞ。お前もスマホを強制ルームに持ち込んで競馬ゆっくりの予想動画見て着順操作してんだろ。おお。もう。競馬で負けすぎて頭がおかしくなってるよ。このクソじじいって。問題作はお前だよ。お前ケイタ。戸崎ケイタお前だよ。は？ケイタ。なんでお前は競馬ゆっくりが買うとこないし、買わないと来るんだよ。しかも。予想動画の最後で馬券を外して涙拭くハンカチもないし、戸崎が壊した俺の財布を優しく包む最終レースもないって冗談で言ってたのに、ケイタ。戸崎ケイタが乗るシンジレーションはシルクの勝負服で出世していていいなぁ。みたいな話したら、ケイタ。戸崎ケイタ。競馬ゆっくりの出資相場が全然走らないシルクの勝負服のシンジレーションでバチコリ10番人気で突っ込んでくる。ケイタ。戸崎ケイタ。なんでその勝負服で競馬ゆっくりが勝ってないレースで穴開けんだよ。ケイタ。いつも大体競馬ゆっくりの出資相場に乗ると大体この世のものとは思えない騎乗すんじゃん。ケイタ。どうして。優雅もケイタも。競馬ゆっくりが買うとこないんだ。サバーサバ経由さん僕を買わないのが悪いね。ルメール料理長。結局、日本人はダメなんだ。競馬はルメールだけ買ってれば当たるんだ。そうだよ。機械的にルメさん買えば、競馬ゆっくりが本命にしたルメール騎乗の単勝オッズ1倍台のローズステークスのレガレイラは馬券圏外に飛んで、日本テレビ杯のデルマ外掛けもぶっ飛んでんだよな。ルメール、お前も競馬ゆっくりの予想動画を強制ルームで見てんのか？おかしいよな。こんな綺麗に買えば来ない、買わないと来る。そんな現象ありえないもんな。おお。競馬ゆっくりは馬券を、予想を外しすぎて、頭が壊れてしまった。最近、夏競馬も逆進系が炸裂してたけど、まだ救いようはあったよ。最近の、秋競馬の競馬ゆっくりの逆進系は、これはもう JRA に仕組まれてる。は？お払いに一応夏に2回行ってんだけど、どこかいいとこ知らないかな？急に冷静になるんじゃない。これさ、本気で予想してこれなんだぞ。いい加減涙も枯れるよ。いつまで血の涙を流せばいいんだよ。悲しい。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2024年の府中牝馬ステークスの解雇動画をやっていくけど、あのさ、ケイユくんさ、怖いよ。もう予想を外しすぎて怖いよ。やめろ同情されるのが一番嫌だよ。だけどさ、予想動画のサムネ、これだよ。マスクとディーバ、三着で、人気を数だし、絶対に来ない指名のブレイディベイグが大外を加速して差し切り勝利。しかも、シルクの勝負服で競馬ゆっくりに血の涙を流させるように戸崎啓太とシンティレーションが突っ込んできて、4着はマスクとディーバとワイド勝ってたフィアスプライド。これはもう人為的なものか。呪いだよ。秋華賞の単勝勝ってたクイーンズウォークがスタートで終了。再開の翌日にこれは、もう呪いですよ。やめろ。
競馬ゆっくりの指名は本命はマスクとディーバ、対抗コスタボニータ、タンアナフィアスプライド、フィールシンパシー、買い目は単勝マスクとディーバ、ワイドと3連複でマスクとディーバ、コスタボニータ、フィールシンパシー、フィアスプライド。合わせて12点。計13点。これはひどい。でも、これ、ちゃんと理由があるんだよ、こうなった理由が。はぁ、視聴者からバイカルコみたいに深い理由なんてなくて干上がっているチャドコレベルって言われてるぞ。昔のチャドコのことを言ってくれてんだよ、経由に対してアシストしてくれてんだよ。何言ってんだこいつ。にっこり。レース解雇の前に競馬ゆっくりでは競馬の週末の予想やレース解雇、たまに真面目な競馬動画を出すチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしないと新しい動画がおすすめに乗りにくくなるのでぜひお願いします。G1 が続々に行われる10月から年末にかけては予想動画をレース当日朝に上げる可能性もあり、通称予想テロと呼ばれる所要もあるため、競馬ゆっくりの動画を見逃したくない人はベルマーク通知の設定もお忘れなく、おお。当日朝にレース予想動画は結構見逃されるからね。ってことで府中牝馬ステークスのレース解雇だけど、このレースは馬場状態のいい今年のビクトリアマイルみたいなマイルのレースになったわね。はぁ、どういうことなの？着順で注目したいのが1着ブレイディベイグ、2着のシンピレーション。どっちも父がロードカナロアってことと、ブービーから5馬身差の最下位にキレのない末脚のハーパーが入ってることね。これは明示的。なぜならこの馬場は開幕2周目の高速馬場であるから末脚の最高速度が出やすい馬。上がりが切れる馬が来やすい。だから短距離で活躍したロードカナロア3区がワンツーフィニッシュしたわけ。逆に、キレのない末脚で持久力勝負をしないといけないハーパーは完全に馬場も展開も向かなくて惨敗したってわけね。そういうこと。これは高速馬場だけではこんなくっきり出ない。この展開、ペースを生み出したのが逃げの一手しかないコンクシェルがビクトリアマイルでマイルのペースで逃げて惨敗したけど、この馬が出てくるとペースが速くなる。1ハロン目 12.7 秒、2ハロン目 10.9 秒。そこから3ハロン目 11.5 秒、4ハロン目 11.8 秒、5ハロン目 11.9 秒。1000メートル通過 58.7 秒。確かに高速馬場ではあるし、ハイペースとは言えないけど、スローペースになりやすいこのコースでは馬場を考えると比較的早めのペースじゃないかしら。その割には、2ハロン目が 10.9 秒と遅いわね。そういうこと。だから平均的に早めのペース。だから府中の1800展開いらずって言われるけど、どっちかというとキレのある末脚、上がりが使える馬の独壇場になったわけ。1000メートル通過から 11.9 秒、そこから上がり3ハロンが一気に上がって 11.7 秒、11.4 秒、11.0 秒、加速ラップだし、かなりキレてるわね。これを見ると、競馬ゆっくりはあんまり決闘論は言わないけど、使える足の最高速度が優位になりやすい短距離の守護馬の子が来ていると考えるわけね。そういうこと。中距離っぽい逃げたコンクシェルは上がり 34.9 秒で下から数えた方が早いけど、逃げて刻んだラップの 11.7 秒付近を最後まで刻んでゴールしているし、これを見ると、持久力勝負に持ち込んではいるけど、上位陣のキレがとんでもなかった。マイルの分法のレースになったし、上がりの末脚のキレが全てのレースになったわけね。だからこのレースの着順はほぼ上がりのキレ順に並んでいるわけよ。逆に下位の馬でも距離を伸ばせば見直せるという奇妙なレースなのよ。おお、1着のブレイディベイグはルメールの割り切った騎乗が良かったわね。この馬場状態だったら3枠5番は内で我慢させて、っていう競馬をしたくなるけど、完全にそれを捨てて外を回してバチコリ加速。上がりは 32.8 秒。相当切れてるわね。これはもう王者の走り。さすが G1 馬ね。57キロも関係ない。あなたこの馬を人気を吸うだし、絶対来ないとか言ってましたが。完全に見る目がないわね。ルメール料理長。ブレイディベイグさん。どうもすみませんでした。悲しい。悲しい。
この馬はこのキレでしょ。 G1 のエリザベス女王杯は勝ってるけど、これは展開がスローだったし、持久力勝負の中距離のラップだったし、この馬はもう小馬になって適性が先鋭化して中距離じゃなくてマイラーになったって気がするわね。おお、だから中距離も走れるけど上がり勝負のマイルで今後見てみたい馬ね。自走が楽しみね。ルメール的にレガレイラがエリザベス女王杯なら、この馬はマイル行くんじゃないかって思うわね。2着のシンティレーションはどうなの？この馬も中距離ばかり使われていたけど、マイルの方が良かったっていうオチじゃないかしら。上がり 32.8 秒は1位でブレイディベイグと一緒だし、調教師野外級はなんでマイル試さなかったのかな。引退期限まで残り少ないし、重賞を手堅く行くのか、大きいところ G1 をバチコリ行くのか、今後の選択が重要ね。戦績見ると小回りでも競馬できてるし、立ち回りでも勝負できそうだし、そういう意味では来年3月まで注目したい馬ね。で、競馬ゆっくりが絶対勝つ想定のマスクとビーバは3着。上がりも 33.3 秒と上位とは差があるわね。ぶっちゃけ、セリフォスもそうなんだけど、川田優雅よりも上がりをビュンと伸ばすような竹豊のような外分回しの中央の騎手っぽい乗り方の方がこの馬には合うのかもね。少なくとも川田優雅とは手が合わないわ。作戦も割り切って外回したルメールとは違って小細工して内回して進路を探すような挙動で加速しきれなかったところがあるし、なんていうか、川田って昔のゴーハラみたいなイメージがあるわね。息子じゃないぞ、親父の方だぞ。やめろやめろ。少なくとも今回はこういう競馬をさせた時点で川田優雅の騎乗ミスというか、前の馬に進路塞がれてブレーキ踏んでるように見えるし、キレタイプの馬はボバも牝馬も合わないと思うんだよねー。川田、個人的にはモレイラや岩田未来が乗ってた時のような外でブンブン足を邪魔されず伸ばす競馬が一番良かったし、ただ川田って長距離ダメみたいだし、なんだか不思議なんだよなー。おお、マスクとディーバはどうなの？こんなもんじゃないと思うけど、ロードカナロア3区のキレと比べると今回見劣りしたわね。マイルよりも2000メートルで見てみたいかなー。川田優雅はぽいでいいと思う。若くて終えて、大外分回し、横山武史がシンデレラフィットすると思うわね。おお、今回は川田優雅の騎乗と馬との相性の問題だと思う。けど、マイルでのキレ勝負はブレイディベイグと比べると、多めに見て同等。一枚劣るかなーって思うわね。マイル路線に行くなら、今年のマイルチャンピオンシップは私さえさえね。ルメール買っとけ、ルメールと外国人騎手な。は？4着はフィアスプライド。マイルの実績もあるし、控えれば順当にキレのある末脚を使ってくる。マイルでも前に行ける持久力勝負の競馬もできるマルチマイラーだけど、なんだろう、中途半端なんだよなぁ。やめろやめろ。重賞も勝ってるし、今後強い相手と戦って勝たないといけないし、馬券戦略は3着までを肝に銘じておきたいわね。おお、5着のルージュリナージュはキレのある末脚で来れた感じね。この馬は末脚のクリアランスは保証されているから、条件次第でキレ勝負になりそうなら積極的に買いたいわね。狙い目は東京マイル、1800メートルなどの直線が長いコースで明確に逃げてペースを速くする馬がいる場合ね。結構絞られるわね。以上で掲示板の馬を買い越したけど、着外の馬で気になる馬はいるの？6着のフィールシンパシーはターン穴指名で見込んだ通りのキレでここまで来たけど、この舞台でキレ勝負するには中途半端。もっと前に行ってくれれば、とも思うけど、それは求めすぎか。11着のコスタボニータはマイルの競馬が全く合わない。この馬を対抗で買ったのは競馬ゆっくり、センスないわ。反省。は？ただ、今回の競馬は度外視できる。この馬は持久力勝負の中距離の小回りの競馬なら重賞で即通用する。福島記念なんかに出てきたら注目したい。おお、再開。15着のハーパーも度外視でいいよ。小馬のマイルはこなせない馬だよ。
持久力でぐんぐん切れない末足で頑張る田舎の女の子なんだからさ。まだそれ引っ張るの？コスタボニータと同じように小回りの中距離の持久力勝負の競馬ならやれるし、雨が降ったり、使い込んだ競馬場ならもっともっといい？ G1 やこういう舞台は無理だけど、持久力で輝けるレースはある。個人的に切れないけどパワーがもしあるんだったらダートなんか面白いと思う。自走は条件次第で注目したい、で。心配なのは8着のモリアーナ。川田優雅とマスクとディーバと同じく岩田康成はうちを選んで同じ上がりの 33.3 秒で1を上がりは使っている。だけど、なんかなぁ。末足の切れはマスクとディーバと同じくブレイディベイグと比べてよく見て同等。一枚落ちるって感じかなぁ。この馬も2000メートルで見てみたいけど、クイーンステークスを見ると中距離がそんないいと思えないし。外回して竹豊や横山則弘みたいにバチコーンと末足伸ばす中央っぽい機種を乗せればマイルでもゴール前あわやの足を使ってくれそう。この馬も横山武志あってそうなんだよなぁ。あと岩田未来、立ち回りより馬のキレをどうするかが史上命題の馬ってことね。そういう意味では岩田康成とは合わなかったわけね。おお。以上で2024年の府中牝馬ステークスの回顧動画を終えていくけど、戸崎啓太さん、本当に競馬ゆっくりの心に傷ばかり残していくね。許さねえからなぁ。はぁ、あ、でも戸崎啓太は中央の騎手だけど地方の騎手っぽい乗り方の川田優雅や元地方の岩田康成と同じ地方出身の騎手だけど、案外キレのある馬の扱いうまいわね。戸崎さんは適応力が高いんだろうなぁ。そんなんどうでもいいから、マジで競馬ゆっくりが馬券買った時にたまにでもいいから来いよ啓太。あと競馬ゆっくりの一口相場に乗った時にはちゃんと買ってくれ、特に未勝利戦な。もう懇願ですねー。直線で戸崎とシンティレーションが来た時の競馬ゆっくりの顔しようか。はぁ、あ、ダリル展開が地獄ばかりのガンダムサンダーボルトじゃん。血の輪立ち目当てでスペリオール買ってたけど、この漫画面白いわねー。うつすぎて、競馬ゆっくりの漫画の趣味。陰鬱としてますねー。にっこり。以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。